こんにちは。こんにちは。好きな敵キャラ語り動画です。はい。好きな敵キャラ語り動画。これめっちゃあります。俺からいいですか？うん、めっちゃありそう。まず、仮面ライダークウガの最後のラスボス、うん、ダグバゼバってやつがいる。クウガめっちゃ見せたけど、マジ覚えてない。そいつが一番強くて、そいつとそのクウガの最後のアルティメットフォームがもう全くの互角なの、うん。何が好きだったかっていうと、全くの互角だからもういろいろ超自然発火って言って体を燃やせたりできるんだけど、お互いにも何にも効かないから最後はもうシンプルな殴り合いになる。変身が解けるのね、お互いにベルト壊されて人間状態で殴り合ってる時に、うん、ダグバゼバの方はめっちゃ笑ってて、この小田切城クウガの方はめっちゃ泣いて泣きながらやってて、その対比がめっちゃ良くて、でクウガは正義だけど見た目が真っ黒で、こっちが悪者のラスボスで見た目が真っ白なの。そのね、なんか感じがもう当時も衝撃でめちゃめちゃ好きだった。話聞いてるだけでかっこいいね。そう、めちゃめちゃ、あと見た目がかっこいいね、うん、超強くてちょいちょい出てくるんだけど、完全体みたいになった時の見た目がもう本当にかっこいい、うん、もう今いろんな仮面ライダーの敵いるけど、その中でも今でも多分好きなもう敵ランキングで多分トップ10ぐらいには多分入ると思うくらい人気。そうなんだ、うん、ダグバゼバ。そう、ダグバゼバ。ダグバゼバ。へえ。クーガのおもちゃいっぱい持ってたけど全然覚えてないよ。あれ好きでしたね。いいね、かっこいい。ありますか？今ね、パッと思い浮かんだ人がいて、多分その人が俺の中での1なんだけど、ハリーポッターのスネイプ先生。わあ、いいね。いや、セブスね。そう、うん、スネープ先生、あのもうさ、最初から見てたらさ、うん、もう絶対敵キャラじゃん、はいはいはい、絶対。これネタバレ要素含んじゃうからあれなんですけど、何年前で終わったいいよね、もう最後やばくない？やばい、もうあれで全部の伏線回収じゃないですけど、うん、ほんと好きすぎてやばくなって、うん、もう最初大っ嫌いだったの、うん、わずかばんとかうざいし、ね、そう、めっちゃ大っ嫌いだったけど、もうめっちゃ好きになっちゃった。なんか全部ハリーのことを思ってやってたんだっていうのと、うん、やばかったっすね。なんかちょっとストーカーみたいな感じしなかった？ハリーの、うん、ハリーのっていうかハリーのお母さん。あ、それ好きだったもんね。あ、そうだね。そう、なんかどういうあれなんだろうみたいなちょっと思っちゃったけど、でもあれだよね、多分好きだったんだよね。そう、好きだったけど、その別の人が結婚して、でハリーのお父さんにさ、スニベルスのズボンさん似たやついるみたいないじめられたりしててかわいそうだ。あったあったあった。スニベルスって呼ばれてたからどういう意味のあれなのか分かんないけど、やっぱスネープ先生ね、ってよかった。スネープ先生ですね、はい。スネープ先生って言ったら、なんだっけ、あの人、セクタムセンプラだ。ああ。切り裂く呪文。セクタムセンプラだっけ？え、あれは、あの、なんだっけ、死ぬやつなんだっけ。あ、まだ言ったんだ。そうそう、あれは違うか。俺は、ウルキオラにしようかな。おー、やっぱそうだよね。マジでウルキオラ、最高。ブリーチで、死神の、主人公が黒崎一護じゃないですか、うん、クインシーの主人公は多分石田ウリュウじゃないですか、うん、っていう考え方で言ったら、俺的にはアランカルの主人公はもう絶対ウルキオラなヤミーじゃなくて、いつかに分かり合えるから。ヤミーはね、なんか最後死ぬ時の戦いの描写がないんだよね。あ、そうなんだ。そう、確かにそうだね、まあ、それかグリム城だね。そう、グリム城生きてるんだよ、うん、今も。そうなの。結局死ななくて、それこそあの千年決戦編で浦原さんが連れてくんだよ。クイーンシーにはなんかアランカルってなんか毒なの、うん、だからなんかそれも考えて浦原さんが連れてきて一回出てくんの、うん、その時かっこいいんだけど、でもウルキオラは死んでるんですよ。何が良かったかっていうと、このさ、死の形みたいの一人ずつエスパーダが司ってて、ウルキオラ虚無なんですよ、うん、心がないような感じの人なんですけど、うん、ウルキオラはアランカルだよね。アランカル、うん、織姫をさ、うん、エコムンドに連れてきて、いろいろ関わってるうちに、なんかなんとなく恋とまではいかないけど、織姫とウルキオラの関係みたいなのもちょっとあったりする。あ、そうなの、うん、恋は全然ないけど、最後にイチゴがやられちゃって、うん、もう織姫守んなきゃみたいので暴走しちゃう。めっちゃ強くなってウルキオラが超強いんだけど殺されかける。ウルキオラの能力はあのめっちゃすぐ再生できるっていうやつなんだけど、もうボロボロにされすぎて再生しきれなくて、見た目だけ保ってるんだけどっていう状態で、イチゴのこの角を最後に折って、イチゴを元に戻してあげる。でイチゴが元に戻って、こんな勝ち方があるかよみたいな、
感じになるんだけど、もうどんどん消えてってるのよ。ウルキオラがそれやってくれたの。そう、へえ。最後になんか織姫に怖いか女って言って、うん、手をこうやってやって消えながらね、うん、怖くないよみたいな言いながら消えてくの、うん、この手のひらにあるものが心かみたいな感じで死んでくのがもう最高、うん、おー、ちょっと取り放たれたガチで。めちゃめちゃかっこいい。それめっちゃいい。ブリーチもおしゃれな描写がめっちゃあるんだけど、ウルキオラってやっぱ見た目が最高にかっこいいから。そうだね、本当に大好き俺。その後バイザードだよね、アランカルマとって。違う違う、の前。前か、ヒラコね。ヒラコが、そうそう。俺アランカル編までは全部漫画、当時学生の時追って見てて、闇のとこまで見たから覚えてるはずなのに全部忘れてたけど、今も思い出せないんだけど、めっちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいい。アランカル編もおしゃれなところいっぱいあったから、もういつか語りたいな。やっぱかっこいいな、こうやって見ると、うん、確かイチゴ対イチゴが攻めてきた時にアイゼン何やったか覚えてる。最初に覚えてる。紅茶でも入れようって言って全員エスパーダ集めて一緒に紅茶飲んでたんだよ。めちゃめちゃおしゃれなんだ。エスパーダとアランカルって何が違うんだよ。アランカルはこういう人たちで、エスパーダがこの強い10人番号を振ってある、9番がアロニール・アルレイ。そうカイエンね、めっちゃ覚えてる。じゃあウルキオラというウルキオラです。俺次ね、なかなかこんだけもうコアにさ1から100まで語れるテーカーの横だとちょっとあれなんですけど、むずいんだけど、ウチハイタチじゃん。うわーかっこいい、マジで最高。いや反則だろうと思ったけどさ、実はさいいやつだったみたいな。そう、普通にさイタチってやっぱさ、うん、ちょっとかっこよすぎたじゃん。かっこよすぎた。俺らがもう子供の頃からさ、うん、もう悪の一番かっこいいやつみたいな感じだったから、クソ強いし、最後の最後であの感じだったのも、ちょっとかっこよかった、うん、全然知らないんだけど、アニメでさ、最後、もう本当に最後の最後、ナルトとさ、うん、サスケが戦うじゃん、うんうん、本当に一番終わりの最後に、その時ね、最後にもうお互い、螺旋丸一発、千鳥一発、あの子供の時のね、そう、うん、いや、ちょ、大人の、大人の本当に一番最後、うんうん、最後にもう螺旋丸やってる時に、ナルトとかにいろんな人の手があるんだって。このなんかみんなのさ今までの仲間の手が出てきて、うん、サスケの方には何にもないと思ってたんだけど、よーく見るとイタチの手だけ1本あるみたいな。かっこよ。多分アニメだけらしいんだけど、イタチ最高にかっこいい。ここの線がかっこいい。いやかっこいい。痛みほどき心ほどき。今思い出してかっこいいから俺今後メイク全部ここに線ある。確かに。でも、ね、俺ね書かなくてもここに線あって嫌なんだ、あのゴールボー線。いいじゃん、雰囲気出てるよ。次のライブか、俺はここにしっかり線描いてると思って。あとここにここに線描いて、鼻に布巻いて、シャリンが入れてる。いや、シャリンが入れてて、あとお前このウルキオラでここに描いて、いろいろ混じりすぎてやっぱ敵キャラはかっこいいですよね。はい、あります。まだまだありそうだね。いや、全然あるけど、誰かっこいいかな。ブリーチだと誰好きかなと。当選かな。当選要もかっこいいし、誰が一番なんかおしゃれだったかな。クリームジョめっちゃかっこよくない。かっこいい、うん、結構なんか仲間みたいな感じしちゃうからな、最後のあれだと。アランカル編が俺やっぱ一番好きで、当選がさ駒村と戦うじゃん、うん、その時になんでかわかんないけどフォロー化できんだよ当選、変ななんか真っ白の応援みたいなかぶって、うん、でレスレクションできんの。何それ。アランカルが挽回みたいな見た目が変わるやつが、当選カナメは何でか知らないけどできる、うん、当選カナメ目見えないの、うん、そうだね。で、ガみたいなめっちゃキモい形になってパッて目見えるようなの。駒村サジン犬みたいな顔してるの。そう、かわいいよね。親友だったのに思っていたより醜いなみたいな言う、うん、でも自分の方が醜いガの見た目してるから、うん、それがめっちゃおしゃれで、そのなんか自分が醜いのを目が見えてなかった、見えるようになったら自分のことが見えてないっていう。あ、なるほどね。そうそう、そう自分が一番醜いのに、はいはい、で結局その目が見えるようになったことによってやられちゃうんだけど、あの戦いがすごい好きでした。なるほどね。当選俺結構嫌だった。やっぱさあの鈴虫だってさ、当選とさ、なんだっけ、あの駒村さんってすげえチームっていうか仲良かったよね。なになんか裏切った系だったじゃん。あれめっちゃショックだったし、ブリーチ俺あのちゃんと記憶残ってるの多分ルキア救出編なんだけど、ソウルソサイティがアニメで見ててさ、当時全員的だったじゃん最初、白夜とかもさ。でもなんかちょっとずつなんか
お互いのこと分かってってみたいな感じなの。ケンパチとかもさ、うん、あるんだけどさ、その裏切りがさ、アイゼンとかもさ、あれが結構子供の俺にはちょっと辛かった、うん、ってのさ、アイゼンと銀と、うん、そう銀当然カナムが上に行っちゃうので、アイゼンがこうやってメガネ外してオールバックしたらめっちゃイケメンめっちゃイケメンだよ、そう、それで言ったらさ、銀とかさ、めっちゃさ敵キャラランキングめっちゃ入りそう。銀の死に方もめっちゃかっこよくてさ、なんか本当はさ、アイゼンを殺そうとしてたの。ランギクから何かを多分奪った、何か分かんないんだけど、それをなんか取り戻すためにアイゼンをずっと殺すために狙ってて、アイゼンはそれを知ってたの。アイゼンって意識が高いから、もうそれを逆に近くに置いちゃうみたいな。そのアイゼンを殺す時に伸びて縮むみたいなさ、やつじゃんの速度と長さがすごいみたいな。あ、銀そうで、本当の能力はそれじゃなくて、うん、伸びて戻った時に毒のなんか刃みたいなのを残せるの、その毒で殺すみたいなので、おしゃれなのが挽回の名前が神神の槍の、神を殺す槍で、おお、かっこいいね。そうで、それがアイゼンだ。あ、確かに。でやるんだけど、まあ、結局倒せなくて、いいあのめっちゃフリー近いポエムがあるのめっちゃ好きだね。そう、めっちゃなんかおしゃれなポエムが、銀のポエムがめっちゃ良くて、その死ぬ時の、うん、ポエム、それも原作でもある漫画に出てくるの、うん、そのポエムが、うん、ブリーチの好きな敵キャラでいいよ。そうこれがめっちゃ好きで、うん、銀とランギクの関係ね、うん、君が明日蛇となり人を喰らい始めるとして、人を喰らったその口で僕を愛すと吠えたとして、僕は果たして今日と同じに君を愛すと言えるだろうかっていう、これがさ、君が自分だっていうのがなんかまたおしゃれだよね。君が自分なの、君が蛇となり人を喰らい始めるとしてって、もう自分だ、ランギクだって自分のことで、うん、ああそういうことか。そうそう、はい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 、このね、なんかポエムがおしゃれなんですよ。なるほどね、ランギクのこと好きだったの、うん、で、ランギクのは不幸を知ることは恐ろしくはない、恐ろしいのは過ぎ去って幸福が戻らぬと知ることみたいな、こういうおしゃれなポエムがめっちゃ出てくる、うん、なるほど。漫画全部持ってんの？漫画はもう全部持ってない。持ってないの、うん、まあ見てんな。ちょっとブリーチ読みたくなりました。そう、もう本当にブリーチもかっこいい敵キャラばっかなんで。え、今アニメやってる？アニメが、あれが一回終わってんじゃない？あ、そうなの？え、それは見てんの？見てない。見てないんだ。ちょっとだけ戦ってるとこだけ見て、めっちゃ綺麗だね。あ、マジで？ちょっと見たいな。あのもう最初の織姫のお兄ちゃんとかさ、うん、ウリュウとのなんかホロー倒し対決とかいいから、あのルギア救出編からまたあの綺麗な作画でやってほしいよ。いや、わかるわかる、もう一回見たい、マジで。そんな感じでした。うん、テイカはブリーチ大好きなんで。ブリーチ大好きです、本当に。このブリーチのコスプレインスやりたいね。やろう、ね、俺グリムジョーやりたい。いや、でもグリムジョーは俺似合わないな。闇でいいや。お前は闇か駒村じゃない？駒村は絶対すぐできるな。みんなも好きな敵キャラいたら教えてください、はい、お願いします。お願いします。テイカとか全然語りきれてないんで、多分またタイミングがあったらやります。そうだね、やりたい。じゃあそんな感じで、はい、僕たちね、これからワンマンツアー回って、6月15日はエップ新宿でツアーファイナルもあるんで、よかったら遊びに来てください。お願いします。じゃあそんな感じで、また明日の動画で会いましょう。バイバイ。Show ya, 生きそう。